お疲れ様です。バイクの夕方、はい、でございます。先ほどちょっとダウンタウンね、あの近くまで来てるんですが、営業時間もう過ぎてますよねっていう話だったんですけど、ああまあもう、あお近くでしたらあれですよって言ってね、で来ていただいたんで、でダウンタウンを見てね、はい、でちょっと乗っても大丈夫ですかって言ったら、車検ついてるんでね、でナンバーもついてるんで、あいいですよっつって、で一回りしてきてね、うん、どうかなと思ったんですけど、はい、99% も買うあれなんですけど、ただ最後ちょっとでね、そうですよね、そうなんですよ、皆さん奥様という方がいらっしゃいますね、愛する奥様のね、やっぱり決定権というわけじゃないですけど、これ相談しなきゃいけないですね、いろいろあるかもしれませんが、はい、まあ、そういうことのようでね、はい、そう、普段は漢字のお店ね、私が言ったんじゃないですか、最初に漢字のって言ったらね、W さんという方がいましたね、キムコジャパンにね、キムコジャパン のサービスに W さんという方、でも辞めちゃって他のとこ行っちゃったんでね、ずるいね、昔ドカティにいたらしいですけどね、はい、でまあそれはいいんですが、その W さんに行ったんですかね、そう、今キムコだって乗られてるらしいですから、 KX シティ乗ってるってことですかそれでそちらでね、うん、漢字のお店でちょっとやってるらしいんですけど、はい、ね、はい、でここでこちらで買ったらっていうからおっしゃるんで、そちらに持ってってください大丈夫ですよっつって、そちらで整備とかそちらで大丈夫ですから、いやでもそれでは、全然うちは構わないですって言ったらっつってね、はい、そんな流れなんですよ、はい、でそれでですね、KRV のねお客様、ちょっと埼玉の方からね、わざわざね、うちに買っていただいて、そして点検もね、で奥様と一緒にいつも二人乗りで、あれ BM の時だけは一人でお見えになりましたっけね、あの時は一人じゃなかったかな、それで奥様とね、はい、仲良くお二人でツーリングね、っていう感じなんですよね、はい、それでありがたいことにお土産いただきましてね、はい、ありがとうございます。そう、ヨックモックってあるじゃん、美味しいんだよね、シガールとかね美味しいんですけど、そうで、おヨックモック、ね、まあ、ヨックモックよりもねあれなんですけど、ヨックモックはまあ宣伝のいうことで、あ、すみません、ありがとうございます、いただきまして、缶が可愛い八甲バージョン、八甲100年なんですって、100年記念、ね、アニバーサリーです、はい、でこうね開けるでしょ、あ、まあ横にもねこうやってこうほら犬の八甲のあれがね、こうあるんですけど、いいんですよ。中もほら、八甲バージョンって、これ全部八甲バージョンになってるの。ちょっと短い、八甲生誕100年だって。ね、渋谷駅のシンボルとして世界中に愛される八甲像。そのモデルとなった秋田県の、秋田犬の八は、1923年秋田県大館市で生まれました。生誕から一世紀を迎えた今でも、八甲のストーリーは、人と動物の関係を超えた愛と絆を私たちに教えてくれます。八甲が繋いだ、渋谷と大館で生誕100年を記念してお祝いをしますということでございます。はい。ね。プチシガール。ね。プチシガール。バターをふんだんに使った生地を焼き上げ、ロール状に巻いたプティサイズのクッキーです。バターのコクを生かした豊かな風味と、サクサクとした軽い口当たり、そして繊細な口どけをお楽しみいただけますというね。シガールね。美味しいですよね。はい、この缶がいいですね。これ缶ね。素敵ですね。渋谷ってここに入ってますけどね。はい、ヨックモックは渋谷との関係あるわけじゃないのかな、東京都港区南青山のね、ね、栃木県日光市、製造所はね、日光にあるんで、いいですね。はい、で、あと、ちょっと、あれそう、あと、干し芋をいただきましたね。あと、そう、干し芋は、でもこれ、めんつゆ。これをいただきまして、はい。これはね、老舗の味ですよ。ね、老舗の味。ね、濃縮。で、これはね、製造者。これ何て言うんですかね。笹長醸造株式会社ってよろしいんですかね。岩手県花巻市、東、いや、東和町かな。東和町、土沢、五区、417。ね。笹長醸造株式会社さんでいいんですかね。ね、宣伝させてください。はい。そちらの、あれですね。岩手県花巻市ですよ。花巻って言ったらね、大谷さんも花巻。違いました。花巻東でしたっけね。はい。そう。もう、この2だけですっておっしゃってました。はい。
まあそういうことなんです。どういうことなんですかね。はい。せっかくこれで、じゃあ、ね、蕎麦とかを、ちょっと、うどん蕎麦を食べたいなと思いますね。はい。すき焼きね、きりたんぽ、湯豆腐、卵焼き、丼物、これからね、もういきなり涼しかったでしょ？寒い、逆に寒いって、半袖じゃ寒いよって感じでしたから、これからね、いい季節、なんかこのね、うどんとか蕎麦とかね、鍋物にはいい季節。いや、ありがとうございます。すごいね、つゆ。はい。老舗の味。いいんですかね、笹長醸造株式会社ね、こちらでよろしいですか、花巻市、ありがとうございます。いただきました、ね。はい、皆様からのお土産お待ちあの、本当気づかなくて大丈夫ですからね、はい、今日あまり気遣っていただくと申し訳ないんでね、はい、そんな感じで今日はやらせていただきましたね、はい。あ、そういうのなんかね、どうしよう、なんかあの何々、漢字の店ね。漢字のお店の、ね、何々さんと、なんか、似てらっしゃいますよね、という。似てますかね。あんま言っちゃダメですよ。アンディ。アンディ。私はアンディと。別にあの、親しい間からでもないのに、勝手にお前アンディとか呼んでんじゃねえよ。アンディって別にいましたよ。なんかあの、YouTuber いますよね、アンディね。あの、なんとか、元なんとかブログ。アンディですって、自分でアンディって言うんですね。やっぱりアンディっていうのは、あれですか、あの、安藤さんとか、そんな感じなんですかね。違いますかね。じゃあ、大体、そうだ、アンディ。ね。金子だ、なんだろうな。言いづらい。ないよ、それね。いいですよね。そういうふうになんか呼びやすくてね。ということで、0分になったんで、もう終わりです。はい。ということで、お付き合いありがとうございました。それでは、また。